今日も外から帰ってきました。今日は仕事が休みの日だったので遊びの予定を入れていました。なんですけど、その予定が2時からだったんですけど、なんと午前中にですね、開催されなくなりましたっていうメールが届きまして、今日はすごい楽しみにしてたんですけど、遊びの予定がなくなってしまいました。まあ残念なんですけど、また今度行こうかなっていうふうに思います。強風だったので外にいるのももしかしたら大変だったかなっていうふうに思います。まあ、キャンセルになってすごく残念だったんですけど、その代わりに今日はまた短期のお仕事を獲得することができたので、今週たった1日だけなんですけど、新しいお仕事をしてこようと思います。で、今日はですね、予定がなくなったので他のことをしてたんですけど、郵便局の方に行って小包を郵送してきました。なので今日はそちらの詳細の方をお話ししたいと思います。まずですね、日本にもちろん配送しようと思って準備をしてたんですけど、箱がなかったので箱をですね、先週買っておきました。で、その箱っていうのがこちらなんですけど、幅が318mm、高さが225mm、奥行きが 80mm というサイズの箱を買いまして、こちらはボックス4と呼ばれる箱のサイズになります。で、これはスミスっていう本屋さんで売ってるものになるんですけど、箱がボックス4以外にもいろいろサイズがあったんですけど、このサイズが一番ちょうどいいかなっていうふうに思ったので、ボックス4のサイズを買いました。イメージ的にはメルカリの箱のサイズに近い感じです。で、この箱の価格なんですけど、1個 4.3 ポンドなんですね。なんですけど、3つ買うと2つ分の値段で買えるっていう割引があったので、私は3つ箱を買いまして、3つで 8.6 ポンドでした。なんですけど、箱代だけで3つで約1300円ぐらいなので、すごく高いですよね。まあでも家にいいサイズの箱がなかったのでスミスで購入しました。で、今日は箱の中に入れまして、この箱なんですけど、表面に送り先の住所と郵便番号を書きます。で、裏面は写真を撮ってないんですけれども、自分の名前と自分家の住所を書きます。で、今日郵便局に行ってきたんですけど、重さを測る機械とタッチパッドがあるんですね。で、そこで自分でタッチパネルを操作して重さを測って、で、終わったら係員の人にこの荷物を渡して終了っていう形になります。やろうと思えば自分でできると思うんですけど、私は前回もやった時によくわからなかったんで、今日も郵便局のスタッフさんのヘルプを借りてこちらの郵便物を送りました。で、値段なんですけど、いろいろ国際郵便は種類があって、その種類によって値段が変わってくるんですが、私は一番高いインターナショナルトラック&サインっていうのを選びました。で、こちらのお値段なんですけど、今日の重さが約 1.2 キロで、値段が 24.9 ポンドでした。もし追跡もサインもいらないっていうプランを選ぶと、もっと安く配送できるんですけど、一応私はちゃんと確実に届けてほしいので、追跡とサインがあるプランを選びました。日本に荷物を送るのは2回目なんですけど、前回送った時は10日ぐらいかかったので、今回も10日ぐらいなんじゃないかなと思います。一応ホームページ上には 5 to 7 working days っ
ていうふうに書いてあるので、5営業日から7営業日で日本には到着するそうです。まあ7営業日なのでだいたい10日から2週間ぐらいで日本に通常は届くんではないかと思います。もしヨーロッパに送りたいということであれば、もう少し短い日程で送れるんですけども、日本は、ワールドゾーン1に指定されていて、そのワールドゾーン1は5営業日から7営業日程度で到着するっていう風になっています。前回郵送した時にですね、1週間ぐらいで届いてくれるかなっていう風に思ってたので、なかなか届かなくてちょっとそわそわしてたんですけど、10日後に荷物が無事届きました。今回も無事届いてくれるといいなと思ってます。で、最近なんですけど、キッチンが排水口が詰まっていたんですけど、それを配管工の人が直してくれてですね、仕事から帰ってきたらキッチンの排水口の詰まりが直ってました。大家さんが迅速に対応してくれたので本当に助かりますね。何日もキッチンが詰まっているとやっぱり大変なので、迅速に対応してくれてよかったと思ってます。あとですね、最近このお菓子にハマっていてですね、ビスケットにチョコレートがついたものなんですけど、これがすごく美味しくて、なんかアルフォートみたいな味なんですけど、1日で1箱食べてしまってですね、すごい健康に悪いですよね。だけどこれ美味しいのでよかったら買ってみてください。これはですね、リドルというスーパーがあるんですけど、リドルのタワーゲートっていうブランドのお菓子になります。本当にアルフォートに似てて美味しいです。はい。で、逆にあんまり美味しくないお菓子に当たることもあって、今美味しいお菓子を探しているところです。またいいお菓子があったらご紹介しようと思います。ということで今日はこの辺で終了したいと思います。